はい、皆さんこんにちは、クニーネムです。スズキのワゴン R ですけどもね、左のロッカーパネルがぐしゃっとこうへこんでた件で、板金作業をしております。で、最近ちょっとね、動画滞っておりましたけれども、ちょっと難航しましてですね、動画にできるような進展がなかったんですよね。で、まあ今でもないんですけどね、これ見えてるこの黄色いやつですけども、これがスタッド溶接機のちょっとお手軽なおもちゃみたいなやつなんですけどね、これでへこんだロッカーパネルに金属製のね、ピンとかワッシャーとか溶接しまして、その溶接したものを引っ張るということで、へこんだロッカーパネルをね、出していこうとしてます。でね、どれぐらい出たかと言いますと、半分くらいかな、まだ。こういう感じな、わからんな。こういう感じになりました。この辺からもベコンとへこみまして、一番後ろまで行ってるんですけど、もう折り目がついてるんですよね。前から順番に引っ張っていきまして、ちょうど真ん中ぐらいまでね、なんとか出せたかなと。で、こっから後ろ、またこれからやっていくんですけど、もうちょっとサビも始まってきてますんで、急がないといけないかなと思いますね。で、このね、スタッド溶接機、難しいですね、初心者にはやっぱり。で、このロッカーパネルもね、思ってたより、折り目がつくような曲がり方、へこみ方しますと、硬いですね、なかなか出てこないということで、難航してましたけどね。今日続き、ここから後ろ、引っ張り出していって、ある程度出ますと、もうあとパテを塗ってね、あとその準備をしていこうかなというふうに思ってます。もうこうボコボコになってるの分かりますかね。何回もやりますとこうなるんですよね。上手な人がやると一発で出るのかもしれないですけど。で、このボコボコはまた鳴らしてね、で、サンダーで削って、ある程度平らにして、で、パテを塗っていこうかなと思います。続きね、やっていきます。画面はこれ別の日に作業したものですけども、やってることは同じです。スタッド溶接機でワッシャーを溶接しまして、そのワッシャーをひたすら引っ張るということをやってます。で、画面見ていただきますと、これは作業する前ですんで、前から後ろまで谷間になったこの折り目が見えるかと思いますけども、これをなんとか引っ張り出したいかなと。で、ど真ん中の谷間はやっぱりいきなり出てこないですね。周りから少しずつ引っ張るというようなことをやっていきました。で、ワッシャー以外にも、ピン状のものであったり、波型の針金のものであったり、いろんなものを溶接して引っ張りましたけども、やっぱりワッシャーが一番引っ張れたかなと思いますね。で、ヒートガンで炙ったり、金ブラシで磨いて、地金を出して、また溶接しやすくしてすると、いうことを繰り返してました。もう動画にできないぐらい地味な作業がもう延々と続きまして、こういうことをね、まず今までずっとやってましたけども、プロの方がやりますと面白いぐらいに出てくるんですよね。で、私がやりますとなんか全然出てこないんですけども、やり方がまだまだどこかが悪いんだと思います。車はですね、後ろジャッキアップしてます。左後ろだけホーシングのところに、ジャッキスタンドかけまして、
下方向に、斜め下方向に引っ張れるように車を傾けてやってますね。まあそれでもなかなかうまくいかないもんですね。はい、あれから約2時間頑張りまして、まだ終わらないですね。こっからずっと行って、この辺からかな、こっから後ろ、今日やったんですけども、ここもちょっとへっこんでまして、ここと、こっから後ろ、この辺ですね、やりました。残すところ、こっから後ろ、ここ、えぐれてるとこね、ここですけども。いや、なかなか出てきませんね。まあ、これ寒いっていうのももしかしたらあるかもしれないですね。引っ張っても引っ張っても出てこなかったり、この溶接がうまくいかなかったりと、でね、コツがなかなかつかめなく、全く上達せず、まあ、ひたすらやり続けるということをずっとしてますけども、これ、ここからずっとね、後ろまでへこんでた場合、これはもう引っ張るよりもね、ここも切って、で新しい鉄板を溶接するとか、このロッカーパネルをね、まあ、買って、ここ交換するとかね、まあ、そっちの方が本来なんでしょうね。まあ、私はちょっとこう趣味も兼ねてやってみたかったということでやってますけども、なかなかうまくいかないですね。はい、ということで、スズキのワゴン R、ロッカーパネルの修理ですけども、これロッカーパネルっていうの、サイドシルっていう人もいらっしゃるようですね。私の中ではサイドシルと言いますと、車に乗り込むときにまたぐところ、室内のね、あそこがサイドシルで、この外装の部分はロッカーパネルというふうなイメージがありましたけども、まあ、細かい部品の名前というかね、場所の名前、詳しいことわからないんで、どれが正解かわかりませんけども、まあ、年内に終わればよかったんですけど、来年に持ち越しとなります。今これ撮影してるのがね、12月の29日ですね。先ね、自警団の方が、火の用心で回っておられましたけども、いよいよ年末かなと。まあ、ちょっとね、仕事の方が忙しくてね、今日この動画配信が30日、で、次の大晦日31日も仕事入ってまして、で、1日の元旦も仕事が入っておりまして、まあ、なかなかまとまった時間がね、取れないんですけども、最近夜な夜な、少しずつこういうことをずっとしてました。まあ、なかなかね、作業進まず、まあ、今日もほとんど進展してませんけども、ちょっと年内にね、最後、まあ、ご挨拶兼ねて、動画一つ配信しとこうと思いまして、まあ、振り返りますと、今年はね、この黄色のコルベットも少し手をつけることできまして、あと、スズキのスペーシアですね、あれも1台入りまして、まあ、細かいことばっかりですけど、いろんなこと経験できたかなと思います。で、たくさんの方にね、ご視聴していただきまして、コメントでいろいろ教えていただきまして、本当にありがとうございました。今年本当にお世話になりました。またね、こういう動画来年も、やって、配信していきますので、ご興味のある方、ぜひともお付き合いいただければというふうに思います。それではまた一つよろしくお願いいたします。良いお年をお迎えください。それでは。